とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエスト、行きます。いいところが出てるよ。ここです。薄暗いジャングルのデイリー3。ここが、報酬でガントレットありますので、もしかすると、シメグの262出る可能性があります。なんか263が発見されたっていう噂もあるんだけども、どうなんでしょう。まあ、とりあえず、やりやすい場所だと思うんで、行ってみます。変更点が、魂4倍と、スポナーに変わると、魂の速度、だね。結構楽勝じゃない？まずは、魂が、マックスに溜まるまで、これで行くか。普通のカバン見るので行きましょう。で、魂が溜まってから、影カバンに変えますか。いや、むしろこれでいけるか。なんかこれで、そのまんまいけそうな気もするな。うん。ちょっとこのまんま行きましょう。全然余裕だわ。やっぱ魂が、4倍になるやつ？このクエストはね、本当に楽勝。だって回復するもん。むちゃくちゃ回復するんで。うん、ワンパンされない限り、いけるんじゃない？おそらくね。多分、超余裕でいけてると思います。はいはいはい。もう矢もね、全然気にせずにいけるんで。でしょう。うん、複製の書。おーっと、危ない。使うまでもないかな。うん、うん、うん。余裕、余裕。オッケー。じゃあ、このまんま、ある程度、行けるところまで、行ってみまーす。キャプテンいるけど、全然余裕だね。うん、あ、余裕、余裕。これは、うん、影カバン使うまでもないぞ。まあもう、もしもね、なんか変な変更点。敵の攻撃力が、なんか倍になるとかさ、こっちの HP が半分になるとか、そういうのがない限り、多分余裕じゃない？これ。やば、ナイトモードなった。ちょ、一番まずいやつになったかもしれないな。いやいや、いいか、ナイトモードで出てくる敵は、別に、エンチャントついてるやついないよね。なんで、余裕かな？ああ、余裕余裕。まだこのまんまいけるぞ、これ。脅威が3。そしてナイトモード。あと2体か。2体ね。オッケーオッケー。まあ、敵の攻撃は、若干痛いけども、全然、ソウル吸収で HP 回復するんで、余裕でしょう、これぐらい。もう一個回収してから影の方に変えようかな。なんかちょっと怪しい感じになってきたぞ。よし、 OK。 おいおいおい、変更ついてるでしょ今の。絶対よし、いたいたいた、キャプテン発見。どこや、 OK。 あ、やけどいる。絶対近づきたくないやつがそこにいる。来い。あー、止まった。よし、ちょっと待って、やけどがそこにいるから、やばい。 OK、 倒した倒したね。次何？モブのダメージ 100% アップ。これはまずい。こっからはちょっと影に変えます。帯電寄ってないよ、そんなに。ガシガシ寄ってないんだけど。マジかよ。ほんと一瞬触っただけで。死ぬな、もう。帯電嫌いだわ、もう。あれ、なんとかならないんかな。ほんとね、若干近づいただけで死ぬっていう、あれ、やめてほしいな。よしよしよし。
うわー、もう最後の最後、めちゃくちゃきついの来たぞ。モブの HP190% 増加。これやべえな。まあまあ、とりあえず、旗は全部取ったんで、あとは先に進むだけ。ちょっと頑張ろう。これきついな。よっしゃー、ここまで来た。ギリギリだよ。ほんとに。ちょっと待って、顔忘れた。あ、それね。オッケーオッケー。もう途中、地獄地獄。ほんとに。タイデンがいたらもう動けないし、やけどがいたら、もうさらにこっち近づくなって、願っとかなきゃいけないから。これひどいもんだよ、ほんとに。よし、オッケーオッケー。違う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 。これだっけ？違うか？あ、これこれこれ。オッケー。まあ、とりあえず、あとは、この、教習イベントで、変な、エンチャント付きが出てこないことを、祈るだけ。そうするともうクリアだね。多分、あとね、2回は死んでいいような気がする。多分、大丈夫な気がするんだよね。うん、変なことが起きない限り、クリアできると思う。何かイレギュラーなことが起きなければ、いけるでしょう。オッケーオッケー。てか、敵の HP 高えな、もう本当に。よっしゃ。ちゃんとこの影がね、切れるタイミングで、ちゃんと敵との距離を空けておけば、大丈夫なはず。OK ね。出た瞬間に、やけどとか、大連だったらもう即死だから、そこだけちょっと注意していけば、いけるかな。OK。よかった。これ、ソウルがね、4倍になってないならば、こんな戦い方は、ちょっと厳しいからね。おっしゃ !OK。クリアだね。OK、OK。最後、ちょっとどうなるかと思ったけども、クリアです。あ、待って待って。クリアする前に、ちゃんと幸運をつけてから行かないとね。ちょっと次の影化してから幸運をつけよう。よし。あ、危ない危ない。装備品を持ったまんまじゃダメなんだよ。装備品はちゃんと売ってから。どこだ？あった。これで OK。よっしゃ！邪悪なかけらは完全クリア。ここでめちゃくちゃいいの出てきてくれれば、最高だね。やっぱり厳しかったな。デイリーさんは厳しい。結構余裕でいけるかなと思いきや、そんなことない。めちゃくちゃきつい。さあ。なんでしょう。弓だったかな？まず最初の報酬は弓だったような気がするな。まあ、一発目じゃなくて二回目の撃破報酬でもらえるやつ。はい、最初は255ぐらいか ?254 の爆縮。おー、ユニークだよ。さあ、次。頼むよ。締め具。影か。影の衣260。性能は？なるほどね。どうなんだろう。幸運、雪玉、デスバーターか。まあ、使えないってことはないね。すごいね。270万 HP。今俺が装備してるのの、100万ぐらい HP 増えるね。これなら死なないぞ。すげえね。すごいすごいすごい。35% のダメージ減少もついてるけど、どうなんだろうな。火力としてはあまりないんで。まあまあいいや。とりあえず、今日はこんな感じでございました。260の防具出ました。もうちょっとね。いいの探していこうと思います。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。